スティールも素晴らしいんですけれども落ち着いて2点につなげられる、はい、その身体能力ですよね。そしてヨネスもディフェンス力の向上を感じさせるような今のタイトなマークでした。ただ橋本もよくファールを奪っています。そうですね、 B リーグの洗礼を受けたというヨネス選手ですね。ただ去年に比べますとそのディフェンスの強度というのはヨネスも上がってきてますね。4人ぐらい寄ってましたからね、川崎選手が、ね、あれだけ収縮した状態の中でなんとかこじ開けました。今ヨネスの素晴らしいステップもあった。そして前田のスリー、すごいアシストだ。今の凄さどのあたりですか。いやもうチェンジオブペースで、あの橋本選手、さあここでダニエル・ミラーも投入しています。北海道佐古健一ヘッドコーチです。いいですからヨネスと橋本のワンオンワン。さあ今度ヨネス、あバスケットカウント。いや連続して素晴らしいプレーですね。本当ですね、すごくタイトについてるんですけれどもね、ディフェンスよく見て今ちらっと左側見たんですけどファールを狙ってましたね、バスケットカウント。今のこのタフショットの雰囲気というのは3試合連続20点以上が見えてきました。ショーン・ロング、ヨネスに対しては橋本のマーク、うわー橋本スティールに成功。これが橋本龍馬、川崎タイムアウトですね。川崎たまらずタイムアウト、2点差。宇奈美さん、今の橋本のディフェンスお願いします。宮内がすかさず橋本選手を出すところのその采配も素晴らしいんですけれども、その辺の期待に応えるようにやはり B リーグの洗礼を受けたヨネス選手ですよね。まあ、橋本が言っていたのは松下にはヨネスに対して、さあ松下大学時代から戦っている、さあまた橋本がヨネスにつく。そうですね、もう背中でもうジャニングがここで決め切った。運だけでも絶対なれないので、はい、素晴らしい MVP 資質もちろんもう取ってるんですけれども、これから楽しみですね。なるほど、ただその中で嫌な雰囲気になるとこのジャニングすぐに引き戻します。再び4点リードと変わりました。さあ